神奈川婦人会館は横浜市西区も道が丘2番地にある婦人団体の活動の場や地域の共用の場として作られた施設である。運営は公益財団法人神奈川婦人会館による。1924年神奈川婦人連合会が関東大震災事業の一環として婦人会館の建設を目指した寄付募集を始めた。1927年5月7日、 日本初の婦人会館、横浜連合婦人会館が宮崎町高陽坂に開館した。1942年横浜市に移管した。戦前この地で縁のあった神奈川婦人連合会と協力して、神奈川県婦人団体連絡協議会が、請願運動と募金活動を精力的に繰り広げた結果、1965年11月15日、財団法人、 神奈川婦人会館が西雲道が丘に開館した。1995年11月10日に創立30周年記念式典を行った。神奈川婦人会館は株式会社前川国を建築設計事務所によって設計された鉄筋コンクリート地下1階地上3階建ての建物である。神奈川県立図書館、神奈川県立音楽堂に隣接している。 着工は1965年2月10日、春工は1965年10月30日、落成は1965年11月15日で、ある。2018年7月、同ーコモーも、ジャパン選定日本における、モダンウィーブメントの建築として、神奈川県立青少年センターとともに、神奈川県立図書館、音楽堂に追加認定された。ありがとうございます。